はいどうも、今回はヘラ降臨をゼログパーティーで攻略するということでプレイヤー理事長でやっていきたいと思います。どうもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ理事長、パーティーの解説お願いします。これはゼログパーティーですね。ゼログのリーダースキルはドラゴンタイプの攻撃力が 3.5 倍ということでね、こんな感じのフレンドと合わせると12.25倍になりますね。でグラビティブレスって言ってね、リーダースキルも相手の最大のね HP からね 35% 減らすっていうね、いいスキルですよね。そうですね、ゼウスと同じですね、まあ、そうですね、ゼウスと同じで、まあゼローグがね闇属性なんでね、あとあのチームの方は闇の方で結構統一したこう、そうですね、このドラゴンライダーとエキドナの使いどころ、そうですね、ドラゴンライダーはのところを CDK にするとやっぱ変換、同じ変換3枚だとね、 あのドロップのバランスがちょっと悪くなっちゃうんでね。それとエキドナは最後のヘラをね削り切るのに威嚇を使って、威嚇中に削り切るということですね、削り切る感じですね。わかりました。ではそうです、ね、プレイの方よろしくお願いします。まあ、最初はねスキルダメしていきます。はい、4層までがあの魔剣者デーモンデビルの、ね、まあ、いわゆる雑魚が出てくるという回数、あの構成ですけども、基本的にここは何ターンぐらい、ここはまあ息の名たまるぐらい10ターンですかね。10ターン、つまり一ターン1層あたり、まあ、2、3ターン消費していくということですね。ちなみに理事長 あのゼログのスキルレベルは、スキル目はマックスですね、一応。マックスですか。そうですね、すごいですね。フレンドはどうなんですか。フレンドはスキル目1なんですけど、まあギガグラじゃなくてギガグラブレスですね、グラビティブレス1枚でね、はい、頑張って抜こうかなって思ってますね。なるほど。いい感じですね、いい感じ色、ね、まだ順調ですね。こういう時ってポイントとしては、あの魔剣士を1体残しとかそういうのってあるんですか。あ、そうですね、でも20ターン貯まればいいんで、結構あのネプチューンだとか、はい、最後の何だっけ、ハーデスのところでもスキルダメできるんでね、ちょいちょい、はい、あんま考えてないですね。もうとりあえず適当にぶち当にぶっ倒していくっていう感じですか。そうですね、ここから神々の戦いということで、ヴィーナス、ヴィーナス満帆ですか。すごい回復ですね。若干食べてった方がいいのかな。今ヴィーナス優しく2ターンで湧いたんですけど、容赦なくワンキルしていきましたね。ちょっと待って、食べれるかな。すごいギリギリじゃないですか。食べれるかな、まあ、回復多いからとりあえず一旦、本番耐えるよ、そうですね、ギリギリ耐える感じですね。966残ってますね。あ、ちょっと斜めで失敗しましたね。まだ倒れなくてよかったかな。はい、か次はセレスですね、北条さん。ちょっとやばくない、これ時間を分けですけど、これ回復しないとやばいですね。やばいですよね。1万ちょっと暮らしてますもんね、敵が。大丈夫かな。あ、これなら大丈夫です。あっぶな、926。あっぶな、まあね、まあ耐えてよ、いけるっしょ。あれ、落ち着いていきましょう。そうですね、落ち着いてね。だから回復力低いですね。回復力、そうですね、回復力と HP がちょっと少ないかな。7ターン溜まるかな、これ。ネプチューンを闇で抜く感じですか。そうですね、闇3コンボとかで貫通できるんで、闇3コンボ、ゼロ攻撃力バカ高いですもんね。そうですね、2000いくらか、297振ってると。そうですね、2015とかまで上がりますもんね。そうですね、ここでの見せ所じゃないですか。なんかこれちょっとあんま緊張するとね、しくるんでね。いい感じじゃないですか、6コンボ。これはもういったでしょ、これいったでしょ。よしよしよし、貫通すると闇で。
ハーデス6ターンで4ターンだから最後のターンぐらいに。これもじっくりターン稼いで倒す感じですかね。そうですね。理事長はゼローグパーティーは好きなんですか？ゼローグは俺は基本五右衛門とかしか使わないですけど、はい、たまにメタドラで使う。そうですね、メタドラ早いですもんね。ゲリラダンジョンも、ゲリラ早いですね、ゼローグはね。やっぱ相当スキル上げ苦労したんじゃないですか？あ、ゼローグのスキル上げは苦労しましたね、はい、そうですね、スタミナ99の天元の大地、あれは辛かったですね。天元の黒竜だ、伝説の大地の天元の黒竜か、うん、あれをね、たくさん回してやっとスキル上がるっていう、ね、まあ、しかもボスが落ちるからね、わかりませんもんね。3分の1ですからね、あれ辛いですね。まあ、すごいですね、ボスということでね。そこポイントはまずグラビリティーブレスを、まあ、ギガグラ入れて液状を使って、まあ、はい、俺の場合はなんか変換1枚ずつ使ってきますね。なんかなんとなくなんですけど、丁寧に丁寧に1個ずつ使っていくことですね。丁寧っていうか、うん、まあ多分そんな感じですね。あとまあ分けてあげて、あ、繋がっちゃったこれ大丈夫ですか？あんまりやめたことないですけどこれやばいですね、ちょっとね、分断がね、しくりましたね倒せるかな。あ、そう、こういうミスもね、ありつついかん、いけるんじゃないですかね。いけるかな、これ。この2ターンですけど一発食らえますんで、一発、そう、一発切れるんで、うん、実質5ターンの間に倒せればいいということですかね。うまい、7コンボ手元7コンボ、まあさすが600ランカーっすね。たまにできるんで、でもこれ大丈夫ですか？やばいですね、これやばいですね。最初のミスが響いてますね、少し。そうですね、おお、最後華麗な危なかったな、これ。あー、でも倒せるか、これ。あとワンパン、あとワンパンですね。いけますか？いけるかな、きつい。おーっと、最後に手元7コンボいやー、いいコンボできましたね。すごいですね、闇乗りましたもん。これいったっしょ、12コンボですよ、最後。600ランカーの力ですね。 OK、 おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、ゼローグパーティーでのヘラ降臨攻略ということ で、 そうですね、どうもご視聴ありがとうございました。 ありがとうございました。このパーティーなんですけど、 HP と回復力がね、ちょっとね、低いのがあれなんでね、あの、まあ、弱点ってことですよね。そうですね、弱点で1699だとね、あの、どうしても回復力が、だいたい4回復含めの4コンボとかで2500ぐらい、どうして3000いかないぐらい、3000いかないんでね、結構低いのと、あと HP がね、やっぱ12060ということで、魔剣士なんだっけ、そうです、そうです、フレンドのゼローグを選択したとしても297の3023なので、まあ、15000ちょっとしかいかないんで、15000だから、あの、魔剣士の攻撃6000とか、ね、デーモンでも5000なんでね、やっぱ同時攻撃3発っていうのはちょっと難しそうですね、うん、3発耐えられないから、しかも回復低いんでね、あのやっぱ1から5層目は大体2ターンぐらいずつ稼いでいって、ターン稼いで、それと、なんだろう、まあ、とにかく威嚇を貯めて、威嚇を貯めて、最終的に、まあ、途中で威嚇を使ってでもいいから、そうそう、あの、グラビティブレスを貯めるということですかね、うん、そしたらもう威嚇が溜まった瞬間に威嚇を貯ま、そうそう、使った方が、グラビティブレスも溜まるときに威嚇2回目が溜まる、そうですね、スキルマックスだと、まあ、同時に溜まるので、そうですね、威嚇と、だからキーポイントがやっぱりゼローグとエキドナということになるんですよね。わかりました。あの、ボスというか、あの、神々との戦いで何か気をつけることとか、ミネルヴァがもう結構なかなかの攻撃でしたけど、あ、ミネルヴァの攻撃、まあまあ一発耐えれるんですけど、その後の回復がね、なかなか追いつかないですからね、なるべく本当攻撃食らわないようにして、うん、あとはネプチューンで闇3
3個消しを3つ作れば貫通できるんで、そのネプチューンまでにちょっとドロップ調整して、あの闇の3個消しができるような感じで回れたらいいかな。なるほど、思ってます。理事長、実際このパーティー使った感触、ヘラ降臨に対してどうでした？ゴエモンパーティーとかゼウスパーティーとかで他に攻略するパターンがあると思うんですけど、そうですね、おすすめ度はどのぐらいですか？おすすめ度、はい、おすすめ度はやっぱギガグラ1枚、自分のやつはあのゼローグスキルマなんですけど、それでね、倒し削り切ったんでね、ちょっとそれだったらやっぱりゴエモンとかで回った方が楽かなっていうところがあるんで、あんまりおすすめはできないですね。なるほど、はい、このギガグラ、このグラビティブレスをスキルマックスにして、この程度、この程度って言ったらあれですけど、まあこのくらいだったらゴエモンの方がまだいいんじゃないかということですね、うん、ゼローグのスキル上げが本当鬼畜なんでね。はい、なるほど、わかりました、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。